ここからは言えば言うほどです。はい おめでたい話のあとはちょっとなあというまあさっきおめでたいと言いながら三宮はこれからどうなっていくということからすると、はい、なんか手放しでもちょっと喜べないような現実があるのかなという話にもいきました、はい、まあそんな中でもねおめでたい話でこはい、はい、ちょっとこう、うん、わっかまてたし,すけどしたが今度はちょっと何かなディ D さんもねこんな難病あるんですねということでね、はい、テレビ番組でもあちこち健康番組があって新しい治療法や診療式が報じられておりますが医者に治す方法がわからないという と言われることが辛いですねえと湾曲1号さんからも頂い,いております楽天の何の話かと言いますと楽天の星野千一監督が腰椎の椎間板ヘルニアと、まあ、これは皆さんよくかかる、ね、え病ですから、はいうん、その後です胸椎の黄色人体帯家化症とこの2つを診断されて今後も休養を続けると発表しました。黄色人体国家症は 国指定の難病です、うん、復帰時期は未定で当面は、えー、佐藤コーチがあの監督代行を、えー、務めるということになりまして手術も検討中で長期離脱の可能性もあります。 黄色人体帯国家賞は背骨の人体帯が刻化して硬くなり脊髄を圧迫する病気で厚生労働省が難病に指定しております野球界では2012年に巨人のオチ13年にソフトバンクの大隣がこの病気の手術を受けております。 えねえ私正直星野さんはね好きな監督ではないですが今回ばかりは早い感違を願いたいですそれはもう野球場のあれからするとファンの感情としてはですね、はい、星野のためにうちのチームが負けてしまったやないかというのはそれは野球ファンとしての恨みはあっても人としてのね この方偉いでですすよよね人ととしてはやっぱり心配だってその憎い星野がですね、うんうん、憎いから切磋琢磨できるわけですから、はいはい、そしてあの星野監督のチームを破ったぞということの方がファンとしては嬉しいですからね,、うん、ね,ね元気ででいいいてもらわないかんでしょうそれは原因はよくわからないみたいなんですけれども、うん、やっぱりあのこの部分だから胸椎とか腰椎の部分に、うん、あのこう。 あ負担がかかりやすい人はなりやすいんじゃないかだからあの野球選手特に投手なんかは、うん、あの右利きとか左利きとか片っぽに力が入って、うん、こうバランスとしてね片っぽにばっかりこう力がいくので、はい、そのバランスが悪いじゃないですかそうそうだから負担がかかってなりやすいんじゃないかみたいなこともううこと、ね、言われてるらしいですけどね。 あの原因が分かったら病気なんてちょろいもんですよ。ね、はい、例えあの例えばがんにおいてもいろんなことで最近言われてますや、ねはい タバコがあかんとかお酒があかんとか、うん、こうなるとあかんようなことをちょっとでも遠ざけとけば、はい、なんとなくこうい,いけるというのがありますがこれなんやちょっと分からへんというところが難病たるゆえんというふうに思いますがねガッ一本さんも同じ病気の巨人の落ちとおしわというさっきも出ましたね大隣落ちがというような、はい、同じような病気にかかりました私もんで急遽また改めて。 両選手見てみましたけれどもちゃんと立ち直って復帰して頑張っている数字がずっと並んでましたんであこれはいいぞと、ね、手術をきちんとすればですねあのプロ野球の選手犬はもうギリギリの一線のとこで頑張ってますからね、はい、えちょっとでもこれが力が落ちるとそれは相手はプロですからバーン ちゃんと打ち込まれたりとかエラーがあったりとかといいなことになりますけれども、はい、ちゃんとやってますよという数字を見て僕もちょっと安心をしましたがね。で,で難病とは言えども、うん、あの治療法は様々あるということですので、ねうん。そういうことです。えー、厚みのカッパさんからもいただいておりました大絶景バカマンテンさんからもね、まあ治療に専念していただきたい。コシアンルーレットさんも早く治ってほしい。それからま窓マ,ドマーゼル話題さんもこれで終わってほしくはありません。コンピューターのピュータローさんからも。えー こういうよういよなお便りでね、うん、難病選手にはあんな姿を見せて申し訳ないとこのままでは終われない絶対に復帰すると語ったらしいということですペーパードールさんからも「難病というのはいつ自分に降りかかるか分かりませんね」大沢さんからも頂い,いております偽井端さんからもピンピンだらりんさんからもそして主婦屋も主婦子さんからもやはりこういうような病気についての説明と、うん、星野監督を心配するそんな気持ちが伝わってまいりました。